2020 has been an unusual year. All over the world, the pandemic forced governments to take restrictive regulations to protect their populations. In many countries, people had to endure lockdowns and businesses, among which restaurants, had to close down. For everybody, it has been difficult, economically, culturally, intimately. But despite these hardships, the entire restaurant industry swung into action. Chefs and their teams connected with producers and suppliers to protect their livelihoods and to voluntarily support their local communities. Using their ability to be the heart of their community, restaurants reached out to keep businesses afloat, to support neighborhoods, to help nursing staff, and to share recipes and insights with foodies. In a word, to breathe new life into the ecosystems within their town or region. All around the globe, many of you, anonymous as well as famous, rolled up your sleeves. You transformed your establishments into grocery stores to maintain jobs. You made takeaway meals to support producers and treat your gourmet customers. You voluntarily cook thousands of meals every day for medical teams and for patients in hospitals. You took part in voluntary networks with large retailers, producers, logistics, and chefs to prepare lunch boxes. You also joined the Le Bon Menu operation, organized by the Michelin Guide in France, an initiative where restaurants donated 10% of the menu price to organizations which provide meals for medical staff. And with so many other initiatives, you were here. So, to all of you, we say, thank you for the energy you devoted to your communities. Thank you for being so generous with your time, resources, and creativity. Thank you for your kindness and care.皆様こんにちは。ミシュランガイド北陸2021特別版の掲載店舗発表動画のご視聴ありがとうございます。現在の社会状況を鑑み、多くの方が集まる出版記念パーティーに変え、動画配信にて掲載店の発表をいたします。それではまずミシュラングリーンスターとして掲載された飲食店レストランをご紹介させていただきます。ミシュラングリーンスターはサステナブルガストロノミーに積極的に取り組み、最前線にいるレストランをハイライトするシンボルです。それではミシュラングリーンスターとして掲載された飲食店レストランを発表いたします。富山県、イタリア料理セイズファーム、イノベーティブレボ、日本料理四季料理ユー、浜田屋ラボ、フランス料理トレゾニエ、マキノート、ランソレイエ。続きまして石川県でミシュラングリーンスターとして掲載された飲食店レストランを発表いたします。イタリア料理ヴィラ・デラ・パーチェ、イノベーティブ食堂ヤーン、スペイン料理レスピラシオン、日本料理一本杉川島、ゼニヤ、富成、
フランス料理アラフェルム・ドゥ・シンジロー、ラ・クロシェット、ラ・トリエ・ドゥ・ノト、レ・トネル。続きまして福井県、欧風料理ラ・クラルテ、フランス料理レ・クー。以上19件です。ミシュランガイドの新たな取り組み、ミシュラングリーンスター掲載店のご紹介でした。改めまして、本日はミシュランガイド北陸2021特別版掲載店舗発表動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。いよいよこの後掲載店舗の発表となります。ミシュランガイド北陸2021特別版は5月21日金曜日に、ご覧の富山県、石川県、福井県内の主要書店及び全国の主要書店、インターネット書店にて発売されますが、本日はいち早くその掲載店舗を発表いたします。またミシュランガイド北陸2021特別版の掲載店舗一覧はクラブミシュランアプリより無料でご覧いただけます。クラブミシュランにご入会いただけますと、全国すべてのミシュランガイドを書籍と同様の内容で閲覧していただけます。掲載店舗に関するコンシェルジュ、予約機能もございます。詳しくは YouTube の概要欄、もしくはウェブサイトをご覧ください。それではただいまからミシュランガイド北陸2021特別版のセレクションのご紹介をさせていただきます。ミシュランガイドの調査は世界中どこでも同じ方法で行われています。ミシュランガイドの調査員によって行われる匿名調査で、次の5つの評価基準で料理の評価を行っています。その5つの評価基準とは、素材の質、料理技術の高さ、味付けの完成度、独創性、常に安定した料理全体の一貫性です。評価は料理のみが対象です。各定義は次の通りです。三つ星は、そのために旅行する価値のある卓越した料理を提供するお店。二つ星は、遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理を提供するお店。一つ星は、近くに訪れたら行く価値のある優れた料理を提供するお店。そしてビブグルマンは、価格以上の満足感が得られる料理を提供するお店。ミシュランプレートは、ミシュランの基準を満たした料理を提供するお店を意味します。東京や京都、大阪版は都市部のみをカバーしているのに対し、今回のミシュランガイド北陸2021特別版はそれぞれの県全体を対象としております。富山県、石川県、福井県にお住まいの方々はもちろん、北陸を訪れるすべての皆様に最新のセレクションを楽しんでいただきたいと思います。それではまず新しいガイドブックの掲載件数をご覧ください。総掲載件数は396件、そのうち飲食店、レストランは347件で、旅館は37件、ホテルは12件です。北陸3県の豊かな食材を使った素晴らしい料理を提供するお店、地元で人気がある料理なども多数掲載されました。それでは実際のセレクションについてご紹介いたします。ミシュランガイド北陸2021特別版では県別にご紹介しております。富山県の総掲載件数は104件、そのうち飲食店、レストランは94件で、旅館は7件、ホテルは3件です。石川県の総掲載件数は200件、そのうち飲食店、レストランは167件で、旅館は25件、ホテルは8件です。福井県の総掲載件数は92件、そのうち飲食店、レストランは86件で、旅館は5件、
ホテルは1軒です。はじめにミシュランプレートの掲載店からご紹介させていただきます。ミシュランプレートとはミシュランの基準を満たした料理を提供するお店です。東京や京都、大阪は星、ビブグルマンのみが掲載されておりますが、今回の北陸のセレクションは星、ビブグルマンはつかないけれどもミシュランの基準を満たした料理を提供するお店も掲載されております。海外で発行されているミシュランガイドには星、ビブグルマン、ミシュランプレート全てが掲載されており、ミシュランガイドのスタンダードなスタイルと言えるでしょう。ミシュランプレートの総掲載件数は196件、富山県は51件、石川県は80件、福井県は65件となっております。エリア別、料理カテゴリー別にご紹介させていただきます。それでは富山県富山市のミシュランプレートからご紹介いたします。はじめに居酒屋、イタリア料理のお店です。ただいま富山県のミシュランプレート掲載店をご覧いただいております。そうめんのお店もありますね。皆さんご存知のお店はありますでしょうか。富山県でミシュランプレートとして掲載された合計51件をご紹介いたしました。続きまして石川県金沢市からご紹介させていただきます。日本料理はやはり多いですね。グリーンスターのお店もありますね。ただいま石川県のミシュランプレート掲載店をご覧いただいております。以上、石川県でミシュランプレートとして掲載された合計80件をご紹介いたしました。続きまして福井県福井市からご紹介します。福井市もやはり日本料理が多いですね。ただいま福井県のミシュランプレート掲載店をご覧いただいております。福井県そばが多く見られますね。以上、福井県でミシュランプレートとして掲載された合計65件をご紹介いたしました。ここまでミシュランプレートのご紹介をさせていただきました。それでは続いてミシュランのコーポレートキャラクターミシュランマンの美味しそうな顔をシンボルマークとして採用しているビブグルマンの掲載店をご紹介させていただきます。ビブグルマンとは価格以上の満足感が得られる料理を提供するお店を意味し、このガイドブックでは良質な食材で丁寧に仕上げられており、富山県、石川県、福井県内において5000円以下で食事が楽しめるお店にこのマークがついています。ミシュランガイド北陸2021特別版にてビブグルマンが合計で84件掲載されました。富山県23件、石川県48件、福井県13件となっております。それではミシュランガイド北陸2021特別版にて
ビブグルマンとして掲載されたお店のご紹介をさせていただきます。エリアごと料理カテゴリー別のご紹介です。それでは富山県富山市のビブグルマンからご紹介いたします。以上、富山県でビブグルマンとして掲載された合計23件をご紹介いたしました。続きまして石川県金沢市のご紹介です。日本料理はやはり多いですね。皆さんご存知のお店はありますでしょうか。エリア別、料理カテゴリー別にご覧いただいております。以上、石川県でビブグルマンとして掲載された合計48件をご紹介いたしました。続きまして福井県福井市からご紹介します。以上、福井県でビブグルマンとして掲載された合計13件をご紹介いたしました。以上、ミシュランガイド北陸2021特別版にてビブグルマンとして掲載されたお店84件をご紹介させていただきました。それでは一つ星から三つ星として掲載されたお店の発表の前に宿泊施設のご紹介です。宿泊施設の快適度はこのような5段階のシンボルマークで表されています。1パビリオンは適度な快適、2パビリオンは快適、順に特に快適、極めて快適と続き、5パビリオンは豪華で最高級となっております。赤色で表示される場合は特に魅力的であることを表しています。ミシュランガイド北陸2021特別版にて宿泊施設は合計で49件掲載されました。富山県10件、石川県33件、福井県6件となっております。それでは宿泊施設をご紹介いたします。最初に旅館のご紹介です。富山県の旅館をご覧いただいております。赤色の表示が見られましたね。赤色の表示は特に魅力的であることを表しています。ただいま石川県の旅館をご覧いただいております。ミシュランガイド北陸2021特別版に掲載されております宿泊施設エリアごとでただいまご覧いただいております。ただいま福井県の旅館をご覧いただいております。続いてホテルのご紹介です。ただいま石川県のホテルをご覧いただいております。
合計49件の宿泊施設のご紹介でした。それではこれより一つ星の飲食店レストランをご紹介させていただきます。一つ星とは、近くに訪れたら行く価値のある優れた料理を提供するお店を意味しています。ミシュランガイド北陸2021特別版にて一つ星が合計で48件掲載されました。富山県16件、石川県26件、福井県6県となっております。一つ星として掲載されたお店を県別、料理カテゴリー別に紹介させていただきます。富山県からご紹介いたします。イタリア料理ひまわり食堂、イノベーティブヘルジアンウッドザテーブル、寿司4軒寿司人、寿司大門、寿司どころなお、寿司難波、天ぷら、天ぷら小泉高野、日本料理5軒、きときと萩原、グノン、茶寮ニコカ、四季料理優。こちらはミシュラングリーンスターのお店です。福屋、フランス料理4軒、カーブ湯の木、トレゾニエ、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。ラシャンス、ランソレイエ、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。続きまして、石川県で一つ星として掲載されたお店を料理カテゴリー別にご紹介させていただきます。イタリア料理ビラデラパーチェ、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。イノベーティブ食堂ヤーン、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。寿司4軒キクヤ、寿司岡馬、寿司木場谷、寿司屋小桜、蕎麦興味会、日本料理13軒、浅田屋、一本杉川島、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。お料理貴船、お料理宮美野、懐石中尾、香川正、割烹池森、割烹ゆずる、金沢摂理、春坊堺、富成、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。町屋懐石6家、綿屋、フランス料理5軒、エンヌ、クレミナンス、ベルナール、ラ・クロシェット、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。ラトリエルノト、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。焼き鳥はまぐり坂前川。続きまして、福井県で一つ星として掲載されたお店を料理カテゴリー別に紹介させていただきます。カニ料理カワキ、日本料理4軒、地層飯田、地層園、茶会席歌集、料理屋宮崎、フランス料理レクー、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。以上、ミシュランガイド北陸2021特別版にて一つ星として掲載された飲食店レストランをご紹介させていただきました。おめでとうございます。
続きまして二つ星のご紹介をさせていただきます。二つ星とは遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理を提供するお店を意味しています。ミシュランガイド北陸2021特別版にて二つ星が合計で18件掲載されました。富山県4件、石川県12件、福井県2件となっております。県別料理カテゴリーごとにご紹介させていただきます。富山県からご紹介させていただきます。イノベーティブレボ、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。寿司外、日本料理2軒、お料理藤井、山崎。続きまして石川県のご紹介です。イノベーティブインスタレーションテーブル演奏ラシンメトリードゥカルム、寿司2軒、乙女寿司、寿司どころめくみ、スペイン料理レスピラシオン、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。天ぷら、天ぷら小泉、日本料理5軒、片織、ゼニーヤ、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。つづら、松屋、料亭ほなみ、フランス料理2軒、マキノンチ、レ・トネル、こちらはミシュラングリーンスターのお店です。続きまして福井県のご紹介です。寿司、寿司十兵衛、日本料理、お料理一等。以上、ミシュランガイド北陸2021特別版にて二つ星として掲載された飲食店、レストランをご紹介させていただきました。おめでとうございます。それではいよいよ三つ星の紹介です。三つ星とはそのために旅行する価値のある卓越した料理を提供するお店を意味しています。それでは発表させていただきます。三つ星はミシュランガイド北陸2021特別版で1件掲載されました。石川県金沢市、日本料理、料理小松、おめでとうございます。以上、ミシュランガイド北陸2021特別版の各県の掲載施設数はご覧の通りでした。皆さんおめでとうございます。富山県、石川県、福井県の皆様はもちろん、北陸を訪れるすべての皆様に、この飲食店やレストランでの食事を通して素晴らしい経験をしていただくことを願っております。いかがでしたでしょうか。掲載された施設のすべての皆様、地域の皆様、改めておめでとうございます。ミシュランガイド北陸2021特別版は5月21日金曜日にご覧の富山県、石川県、福井県内の主要書店および全国の主要書店、インターネット書店にて発売いたします。どうぞお早めにお買い求めください。またミシュランガイド北陸2021特別版の掲載店舗一覧はクラブミシュランアプリより無料でご覧いただけます。クラブミシュランにご入会いただけますと、全国すべてのミシュランガイドを書籍と同様の内容で閲覧していただけます。掲載店舗に関するコンシェルジュ予約機能もございます。またミシュランではドライブ、旅、美食に関する情報を満載したウェブマガジンを配信しております。会員だけのキャンペーンやお得な情報をお届けしています。詳しくは
YouTube の概要欄もしくはウェブサイトをご覧ください。ミシュランガイド北陸2021特別版を通してお気に入りのレストラン飲食店へ足を運んでいただき、素敵な思い出の1ページに加えていただければと思います。本日は最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた新たなミシュランガイドの発表をお楽しみに。Aujourd'hui, une belle assiette, c'est quoi exactement? La qualité du dressage? La qualité des produits? Le savoir-faire des chefs, leur créativité? Les textures, les saveurs, les temps de cuisson? C'est à la fois tout cela et même plus. En 2020, pour de plus en plus de gastronomes et de gourmets, une belle assiette est porteuse d'un message plus vaste. Elle incarne la manière dont chaque produit a été cultivé, dans le respect de la nature et du rythme des saisons. Elle reflète les richesses d'un territoire, les liens créés avec les acteurs locaux. Préparer une belle assiette, c'est aussi la volonté du chef de faire du bien à l'environnement en remettant au goût du jour des ingrédients et produits tombés dans l'oubli. De nombreux chefs partagent déjà cette vision de la gastronomie. Le Guide Michelin veut valoriser ces chefs qui s'engagent pour une gastronomie plus durable en les mettant en lumière au travers de tous ces nombreux contenus et supports et en les réunissant autour d'un même emblème. Pour faire porter leur voix au plus grand nombre, afin que chacun puisse être inspiré par leurs initiatives. L'idée, c'est continuer encore et encore à encourager les découvertes gastronomiques d'excellence.